はいどうも。今回は頭のいい人が致命的な間違いを犯すそのメカニズムについて話していきます。でも皆さんの身の回りの中にもいるんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ仕事ができるとか、すごく頭の回転が速い、あるいはそうだった人がもう現在高い地位を得る、あるいは年を重ねるにつれてなんかおかしな方向に進んでいく、こういう人が身の回りにいる、そんな人も多いと思います。の芸能人とか有名人の中にもいますよね。まあ、例えばラサール石井さんの、この前ね、東京都で新規陽性反応確認者数が過去最高になったのかな、それを受けて、めちゃくちゃ嬉しい、そういう感じのツイートをしていたと記憶しています。あるいは新潟県の米山隆一元県知事、去年だったと思うんですけれど、俳優のつるの剛士さんが、畑のパクチーを盗まれたと、そのツイートに反応して豚泥棒の話をしたんですね。で、もう外国人差別は許さないみたいな、そういうツイートをしていました。あるいは元文科大臣の前川喜平さん、とある週刊誌で語っていたことなんですけれど、高校数学は高度に複雑なので必修科目から除外すべきであると、そういうことを主張していました。ここで上で挙げた3人ってすごく頭がいい人なんですよね。まあ少なくとも頭のいい時期があった、そう私は思っています、ラサールさんは、まあ、その名の通りラサール高校出身、早稲田大学に合格し、その後クイズ王として活躍されていました。あるいは米山さんなんてね、灘中高から東大医学部ですよ。で、医師免許だけでなくって、弁護士資格も取っています。で、前川さんもね、麻布中高から東大法学部に進み、文部省の官僚として活躍されていました。ではなぜこんな、まあ、すごい学歴、まあ、学歴だけではないですけれど、すごくこう頭の切れる人、こういう人がちょっとねあんまり良くないことをてしまうのか、そのメカニズムについて考えていきます。ちなみになんですけれど、念のため言っておきますけど、の彼らの政治スタンス、これを批判したり皮肉ったりする、そういう意図はありません。まず一つ、彼らが嘘をついている可能性、これが挙げられます。頭のいい人って記憶力が良かったり、あるいはこう論理的に考える思考力、これがあったりします。すなわちの説得力のある話ができるんですね。例えば、これは嘘つきというわけではないんですけれど、クイズ王の伊沢拓司さん、会社の昇進ってどういうふうに昇進方法を選べば効率的かという質問に対して、アイヌの伝統行事である耳相撲、これを回答しました。その回答して2秒で、なぜ耳相撲が昇進に効率的か、これの理由を考えついたと。結構クイズノックを見ている方は分かると思うんですけれど、その伊沢さんって説得力のあるこう長い説明、これを作るのがめちゃくちゃうまいんですね。で、まあ、伊沢さんに限ったことではないんですけれど、そのすごく高学歴な人って説得力のある話、これができるんです。となればたとえ事実と違っていても、たとえ嘘であっても、その嘘が自分にとって不利益ではなくて利益であるならば、その嘘をつき続ける、そしてそれがある程度の説得性を持つので、その嘘がずっとまかり通ると、そういうことが考えられます。で、理由2つ目、これは頭が良すぎて自分の持っている感情とか理屈、これを正当化してしまってるんですね。たとえ彼らが何か、トンチンカンだったり、こう自分勝手なアイディア、これを思いついたとしましょう。で、その瞬間にそれをもう理論武装というか、の理論で補強してしまうんですね。で、理論で補強してしまうと、よりこう
説得力が生まれて、だからその理論に自分が、まあ、より余計信じてしまうと。そうなるとどんどん客観性とか合理性、こういったものを失ってしまう、どんどん逸れてしまうと、そういう可能性が挙げられます。あとは年齢ですかね。より詳しく言うとピークを過ぎたと、先ほど挙げた3人、まあ、正直言ってピーク過ぎてますよね。そのラサールさんが、クイズ王だった時期はもう10年以上前ですし、あと米山さんも、前川さんも肩書きに元がついています。で、まあ、クイズ王はともかくとして、事務次官とか県知事ってやっぱりそれになるためには頭が必要なんですよね。そのあるいはそれを仕事をするにあたってやはり、まあ、頭を使う仕事もありますし、あとは非常にストレスなものであります。で、そのストレスがね、やめた後に、徐々に脳に悪影響を与える、その可能性があります。まあ、よく言われていることなんですけれど、その教師って、辞めた後にすぐにボケやすいと。これって要は先生って職場のストレスが多いから、そのストレスの影響が退職後に、急にやってくると、それと同じようなことがダサールさんや米山さんや前川さんに当てはまるのではないかと思っています。で、理由最後ですね、理由4つ目ですね、これは極端だからです。もしかしたらそのリベラルな人ほど頭がいい、そういう主張を聞いたことがある人がいるかと思います。ただね、これちょっと間違ってるんですよ。その元の論文を見ると10歳の時点で高 IQ だった人、これは大人になってリベラルになる傾向があると、こういうことなんですね。つまり現時点でのリベラル度と、その人の IQ、 これを測っているのではないと。現時点での IQ と、政治的なスタンス、これを調べた結果はあるのかというと、実はあります。しかもドイツとブラジルと、あとドミニカ、これの3カ国の大学が共同で研究したポリティカルオリエンテーションインテリジェンス&エデュケーションという論文ですね。これによるとの現時点での IQ と政治に関して、中道右翼の人の平均 IQ が 103.83 で、左翼と判断された人のグループの平均 IQ、 これが 98.38 で、右翼の平均 IQ が94.36 ということになっています。こう政治的スタンスが真ん中から外れれば外れるほど、その人の IQ、 頭の良さっていうのは悪くなると、その可能性があります。もちろんリベラルと左翼っていうのは全然別物なんですけれど、日本では同じように扱われることが多い。これを踏まえて言うと、その日本でね、 IQ の高い人、つまり頭のいい人ですね、これはリベラル左翼になる可能性が高いです。ただの左翼のこう極端なところに行くと、後に IQ が下がってくる、頭が悪くなってしまう、その結果ヘンテコリンなことを言ってしまう、その可能性が高いんではないかと、そう考えています。今回は以上です。